アメリカ国立生物工学情報センターはアメリカ合衆国の国立衛生研究所の下の国立医学図書館の一部門として1988年11月4日に設立された機関。本部はワシントン DC 近郊のメリーランド州ベセスダ。NCB はバイオテクノロジーや分子生物学に関連する一連のデータベースの構築及び運営、そして研究に用いられる。 ソフトウェアの開発を行っており、バイオインフォーマティックスにおける重要なリソースとなっている。主要なデータベースには、DNA 配列データベースであるジェンバンクや、生物医学文献の書子データベースであるプブメド、一円期多形のデータベースである DBSNP へのデータベースである d e ス,スト、s t 文献データベースメドライン、そして NCB エピジョナミックスなどが含まれる。また、 各研究者が発表したゲノムデータの再アノテーションを NCB で独自に行っており、その結果をレフシックとして公開している。これらのデータベースはすべてオーオントレイ検索エンジンを通じてオンラインで利用でき、公開されているデータは基本的に無償で利用できる。また、ブラストによる相当性検索サービスの提供も行っている。NCB は ブラスト配列アラインメントプログラムの作者の一人でも、あるデビット・リップマンによって率いられていた。彼はまた、スティーブン・アルチル、デビット・ランズマン、ユージーン・コーニン、ジョン・ウィルバー、テレサ・プラジーティカ、およびジヨングルーが率いるグループを含む、学内研究プログラムも率いていた。リップマンは2017年5月に、ポストから身を引いた。NCB は1992年以来、 ジェンバンク DNA 配列データベースを管理、運営している。ジェンバンクは、欧州分子生物学研究所エンブルや日本、DNA データバンクのデータベース、そして一部の個々のラボと連携している。1992年以来、NCB は、ジェンバンクに加えて、他のデータベースも提供しており、ジーン、オンラインマンデリアンインヘルタンスイマン、分子モデリングデータベース、 DBSNP、リファレンス配列コレクション、人ゲノムマップ、分類ブラウザー、アメリカ国立がん研究所によるがんゲノム解剖プロジェクトなどを提供している。NCB では、生物の各系統に1位の識別子を割り当てている。NCB には、WWW や FTP で使用できるソフトウェアツールがある。例えば、配列類似性検索プログラムであるブラストは、 ジェンバンク DNA データベースに対する配列比較を15秒未満で行うことができる。NCB ブックシェルフは生物医学の書籍に自由にオンライン上からアクセスとダウンロードができる書籍コレクションである。書籍コレクションには分子生物学、生化学、細胞生物学、遺伝学、微生物学、分子及び細胞の視点から見た養生、研究方法、 ウイルス学などの幅広いトピックをカバーしている。一部の書籍については、以前に発行された書籍のオンライン版を収納しているが、コーヒーブレイクなどの他の書籍は、NCB スタッフが作成及び編集している。書籍コレクションは、ピアレビューされた出版論文の用紙をコレクションしているオーントレイ、プブメドリポジトリを保管するものであり、 進化する研究分野に関する確立された展望と報告された研究の様々な個々の部分を整理できるコンテキストを提供している。ブラストは DNA の塩基配列やタンパク質のアミノ酸配列について配列間の類似性を計算するために使用されるアルゴリズムである。同じ生物内または異なる生物内のクエリシーケンスに類似したシーケンスを見つける際に ブラストは強力なツールである。NCB ではブラウザー上で実行できるブラストサービスを展開しており、サーバー上で NCB データベースからクエリシーケンスを検索することで任意のフォーマットで検索結果を取得することができる。ブラストへの入力シーケンスはほとんどがフォスタまたはジェンバンク形式であるが出力は HTML、XML、 プレーンテキストなどの様々な形式で配信できる。NCB ブラストの結果は、検出されたすべてのヒット、スコアリング関連データを持つヒットのシーケンス ID のテーブル、対象のシーケンスのアラインメント、およびこれらの類似のブラストスコアで受信したヒットと、共にグラフ形式で表示される。オーントレイグローバルクエリークロスデータベースサーチシステムは、塩基配列、タンパク質アミノ酸配列、 タンパク質の構造、プブメド、分類法、完全、ゲノム、アミーム、といった主要な NCB 上のデータベース対して使用されるデータインデックスの作成、検索システムである。1991年にオーオントレイの最初のバージョンが配布された。これは、PDB 及びジェンバンクのヌクレオチド配列、スイスプロットのタンパク質配列、翻訳されたジェンバンク、パー。 pr 回 pdb および関連する小録トップブメドの引用から構成されている。オーオントレイは異なるソースやデータベース、フォーマットに由来するデータを統一的、効率的に取得できるように設計された情報モデルと検索システムを備えている。人員データベースは遺伝子に関する情報を特徴づけて整理するために NCEB で実装されている。配列情報 タンパク質機能、構造、ゲノム上の位置、発言、及び配列類似性に関する情報を収集している。1位の G2 エットが各遺伝子レコードに割り当てられており、海底の経歴をたどることができる。基地、または予測された遺伝子のレコードがここで確立され、マップ位置やヌクレオチド配列によって確定されている。G2 には NCB の他のデータベースとの統合の改善。 分類範囲の拡大、オーントレイシステムによって提供されるクエリと検索の拡張オプションなど、全身のローケスリンクに比べていくつかの利点がある。プロテインデータベースは、NCB リファレンスシーケンスプロジェクト、ジェンバンク、PDB、ウナプロ、KB、スウィスプロットなどの様々なリソースから派生した個々の、タンパク質シーケンスのテキストレコードを維持している。タンパク質レコードは、 ホスタや XML を含む様々な形式で存在し、他の NCB リソースにリンクされている。タンパク質は遺伝子、DNA、RNA 配列、生物学的経路、発言と変動のデータ、文献などのデータと関連付けられているほか、ブラストで計算された核配列と類似なタンパク質に関する情報も提供します。NCB の構造データベースには、 NCB によってインポートされた PDB で実験的に決定された構造の 3D 座標セットが含まれている。タンパク質の保存ドメインに関するデータベースには、タンパク質配列内のコードに保存されたドメインを特徴付けるシーケンスプロファイルが含まれている。また、スマートやプファームなどの外部リソースからのレコードもある。ブラストに基づく 配列間最大アラインメント情報を利用して作成されたタンパク質配列クラスター化をデータベース化したプロテインクラスターズデータベースも存在する。NCB の PubChem データベースは分子と生物学的圧生に関する情報をまとめたデータベースである。PubChem はオーオントレイ情報検索システムによってアクセスと検索ができる。ありがとうございます。